にちは、柴田です。今回はラルクアンシエールのケンさんのシグネチャーモデルのレビューとボス GT1 で音作りに挑戦してみたいと思います。こちらのギターは千葉県船橋市の千葉管楽器さんからお借りいたしました。ラルクアンシエールのケンさんのシグネチャーモデル LA240KK になります。ケンさんといえばですね、赤いストラトタイプのギターが有名だと思うんですけれども、ケンさんのモデルの中でもフラッグシップ、一番上位機種になるのがこちらの 240KK です。本当にね、素晴らしいスペックと弾きやすさでね、これはすごいですよ。独特で非常にいい音が鳴ります。1990年代後半ですね、98年頃にメインギターとして使用されておりました。今回は当時の曲のですね、ダイブトゥーブルーの音作りもしておりますので、それは動画の後半でボス GT1 の設定をお見せいたします。まずはこのギターのスペックからいきたいと思います。重量感もね、どっしりしていて、ボディ材はマホガニーのメイプルトップ、キルテッドメイプルのトップになります。めちゃめちゃ綺麗な木目ですよ。いかがでしょうか。そしてこの厚いメイプルとバックのマホガニー、マホガニーも非常にいい木目です。このギターが発売された当時のですね、雑誌をたまたま持っていたので、いろいろとですね調べてみました。こちらですね、バンドエローゼの1998年3月号、 XJAPAN がメインなんですけれども、その次のページにですねランクの記事が入っております。この紙面にですね、ケンさんがライブで使用していたセッティングが載っていたので、今回それをですねちょっと参考にしながら音作りも進めていきたいと思います。で、雑誌のですね記事によると、このマホガニーはモンジュラスマホガニーって書いてるんですよね。モンジュラスマホガニーってなんだろう、ホンジュラスマホガニーの間違いなのかなと思ってちょっと調べてみたんですけれども、多分ホンジュラスマホガニーの間違いです。90年代後半はこうやってですね、シグネチャーモデルにホンジュラスマホガニーが豪華に使用されておりました。このキルテッドメイプルも本当素晴らしいですよ。めちゃめちゃ木目綺麗ですし、このね横のラインの木目もめっちゃ綺麗なんですよ。このトップのキルテッドメイプルも本当素晴らしいですね。上に薄く貼ってあるだけかなと思いきやですね、この厚さ、ここの部分ですね、この厚さ全てキルテッドメイプルなんです。すごいですよね。超豪華ボディです。そしてネックはフレームメイプル、非常に綺麗です。これもですね、綺麗な目が出ていて、指板の方も素晴らしいですよ。ほら、こんなに綺麗な木目が出てます。ネックボディの木を見ただけでもね、このギターの素晴らしさがわかると思うんですが、ブリッジにはシャーラーのフロイドローズタイプ、そしてピックアップは EMG の SA が3機搭載されています。で、コントロールは2つですね、ボリュームとトーンなんですが、ここのミニスイッチ、これはですねトーンカットになります。これをオンにするとトーンが飛ぶという感じですね、フルになります。そして5ウェイのピックアップセレクターで、特徴的なところはですね、ストラトタイプなんですが24フレットあって、リバースヘッドになっております。ペグの位置が逆ですね。で、ペグは5等のペグになってます。で、裏をご覧いただきましょう。見てください、この金ピカ、20年以上も前のギターなのにこんなに綺麗です。ピカピカですね。で、 EMG なのでここに電池を入れるタイプになっております。いやはや本当に素晴らしいギターだなと。今このスペックで作るとしたらね、一体いくらかかるんでしょう。というかホンジュラスマホガニーが手に入らないので、むしろ作れないですよね。かなり貴重な一本だと思います。ではこのギターでですね、 GT1 ボスの GT1 を使ってケンさんの音作りをしておりますので、そちらの動画ご覧いただきたいと思います。まずはですね、こういう感じの音を作りましたよっていうので演奏をご覧いただければと思います。
い、ではエフェクトの中身見ていきたいと思います。今ですねお聞きいただいた通り今回2つの音色作っております。1つはメインの歪み、そしてもう1つはクリーンですね。メインの歪みはですね、ケンさんは当時98年頃ですかね、マーシャル使っておりました。その辺をですね参考にしながらやっております。じゃあまずはですねプリアンプから見ていきましょう。軸にしているのはこちら MS1959 1+2。 ゲインもねちょっと軽めにしております。というのもですねブースターをかけます。ケンさんのですね98年当時の足元を見るとブースターでガバナーが置いてありました。このマーシャルガバナーを使っていきたいと思います。このね独特のジュワーンという風な音、これがケンさんの特有の音だと僕は思っておりまして、プリアンプですねちょっと中身見ていきましょうか。ミッド75、トレブル60という風な感じにしております。でブースターがあるのとないのではこれなしで、これにガバナー、これオンにすることで独特なジュワーンが出てくるようになります。まあ、これはね、正直ピックアップが EMG の SA、 これとマーシャルの兼ね合いでうまい具合に独特サウンドが出てんじゃないかなというふうな感じがします。でマーシャルはねドライブ25でトーンが5というふうな感じでほんとブースターとして使用しております。ただですねこれだけではねまだまだダイブトゥーブルーの雰囲気は出ないです。で今回ねダイブトゥーブルーのライブ版をですね参考にしておりまして、これだとね雰囲気もライブ感もまだ出てこないです。ただジュワーンという感じの独特のここだけ出てるような感じなんですけれども、これにディレイをねまず足していきましょう。これだけでもね雰囲気出ると思います。ディレイタイムはね360で若干疾走感があるような雰囲気ですかね。でフィードバック上げすぎずでレベルも上げすぎずな方が嫌味がなくていいと思います。というのもですねここにリバーブを足して壮大さ的なものはですねこのリバーブの方で出していきます。スプリングにしてます。というふうな感じ、全然ねこれで変わってきますよ。リバーブオフだとちょっと丸まってるというかこう縮こまってる感じですよね。ディレイタイムも、ディレイタイムじゃない、フィードバックもレベルも若干小さめにしているのでちょっと縮こまってるんですけれども、リバーブをかけることでまあ、メインの歪みはねこういう風な感じで、これだとね歌が乗っていても大げさじゃないリバーブ感とあとディレイ感なので全然本当歌ありの時にも使えるような音ですね。で続いてクリーン行きましょうかね。クリーンはねいっぱい音色使っているんですけれども、まず軸になるアンプから見ていきましょう。実際にケンさんはですねクリーンマッチレスで鳴らしていたんですが、この GT1 はねマッチレスがドライブしかないので今回使用しているのはベタではありますが JC120、 こちらを原因を若干下げてミッドを上げてトレブルも若干上げると
という風な仕様にしております。アンプだけだとちょっと物足りないですよね。ここにコーラスを加えていきましょう。コーラス尖りながらも丸さが必要なケンさんの音、ここで丸みを出していきます。でこれにディレイを加えて、うん、ちょっとずつ雰囲気が出てきますね。またこれもね、歪みの時と同じようにリバーブで壮大さを出していきます。これね、あるのとないのではまた違いますよ。リバーブオフ、ちょっと縮こまってますよね。うん、ここにこの後重要なコンプを足すことでさらに抜け感が出てきます。これはね、ほんと何も変えてないフラット状態なんですけれども、それだけでも全然変わります。オフにすると縮こまっていたのがオン、というふうな感じになります。まあ、先ほどもねお伝えした通り、ケンさんはですね、こう抜け感があるけど丸っぽさもあって、そして壮大さがあるというふうなクリーンなので、まあ、こういった感じでね、ディレイとリバーブを駆使しながらもコンプで潰していくというふうな感じなのがいいんじゃないかなというふうに思います。まあ、ぜひぜひですね、参考にしていただいて、まあ、ケンさん以外の楽曲というか、まあ、ラルク以外の楽曲でも結構使えるような音だと思うので、パッチに入れといていただけたらなと思います。ぜひ参考にしてみてください。ご視聴ありがとうございました。シーバードでした。